え、皆さんこんにちは、こまこ、こんどです。皆さん、なんと、チャパシティさんの新作オリッパが届きました。チャパシティ新作オリッパ。新作のオリパが届きました。なんでも今までそのドラゴンボールのキャラクターの演出オリパが多かったんですけど、チャパシティさん独自のキャラの演出オリパとなってるそうなんですよ。ホームページに記載があって絵を見せてもらったんですけど、定列マガジンとかで絵の関係のお仕事をされてるあの小鉄さんっていう方がね描かれたそうで、いやむちゃくちゃうまいですよ。さすがプロです。新キャラの演出が出るということですごい楽しみですね。見ていきましょう。チャパシティチャージオリパお買い上げありがとうございます。表紙を外していただき、出現したキャラのチャージ度で期待度が変わりますと。10から79%、アルティメット以上1枚確定と。へぇ、80から99%、アルティメット以上2枚確定。ほぉ、マックス、アルティメット以上3枚確定と。開封の際はパック1、パック2、パック3の順に、一番手前の表紙を外してお楽しみくださいということ。パック1からね、どうも開けていくみたいです。前置きがなくなってしまいました。3つしかないから、3つしかないからちょっと、尺を繋いでおります。ということでね、こちらは早速開けていきたいと思います。10から79%だとアルティメット以上1枚確定と。いうことで、0% の可能性もあるということだよね。ということは、最後、せーの、ちゃんと。50% チャージ。さあ 50% チャージっていうことはアルティメットが1枚入ってますよっていうことですね。こちらを開けていきましょう。さあ何が出るんでしょうか。はい、お、まずトテッポと、後ろがスーパーレアのトーマと、ひょっとしてバーダック関連のアルティメットが来そうじゃないトーマでトテッポなんでバーダックとか来そうじゃない。さあ行きましょう、せーの、ちゃんと。あれ、クリリン、あれ確定じゃないのかな。クリリンからのスーパーレアのトーマ。あ、50% っていうことは、来ないっていうこともあるっていうことか。ちょっとわかんなくなってきた。どういうことだ？中から 79%、UR 以上1枚確定。1枚確定っていうのは3パックの中でどれか1枚出ますよっていうことか。確定って書いてあるから、確定って思っちゃうよね。まあまあ、5000円なんでね。その1万円オリパとかではないので。さあ、2パック目行きましょう。2パック目、さあどんな演出が来るんでしょうか。行きましょう。2パック目、せーの、ちゃんと。お、これやばいんじゃない？何このハテナハテナパーセントチャージ。さっきの女の子より期待できそうじゃない？そんなのないよね。ハテナハテナとかないよね。なんかすげえイケメンキャラ来たね。と、このイケメン期待できるんじゃない？ 1 個目は来なかったんですけど、次は来るんでしょう。次は来る可能性があります。はい、これ多分ね、一番後ろにスリーブが入ってるんで、後ろ見ちゃうと俺多分分かっちゃうんだよ。まずこっちがコモンのバーダック。来るとしたら一番後ろかな？ 2 番目がジャンと。はい、コモのトワと。来るのは何でしょう。さあ行きましょう、せーの、ジャンと。スーパーレアのベジータ、ひょっとしてここの間にあるとかじゃないよね、じゃないよね。あ、このキャラダメなんだね。可能性ないのかな。イケメンだったから期待したのなさあ3泊目頼む、来てくれ。さあ行きましょう、せーの、ジャンと。お、これやばいんじゃない、やばいんじゃない。これ多分主人公的な扱いでしょ。これ来たよ、これ来たよ、絶対来たよ。これに多分2枚入ってるんじゃないかなと思うんですよ、アルティメットが。多分ね。さあ行きましょう、最後です。行きましょう、せーの、ジャンと。ベジータですね、コモンのベジータから、こっから多分ね、立て続けに2枚来るんじゃないかなと思います。最後、せーの、ジャンと。おー、はいはいはい、いいですよ。今度このベジータ使えるベジータが来ましたね。結構使ってます、普通に使ってます、このベジータ。このベジータから最後に来るのは何でしょう。最後、せーの、ジャンと。おっしゃおっしゃ、やった。全然負けじゃなくない、やったこれだってこの間さ、ガチャ出すのに1万8000円かかったからね。これ悪のサイヤ人とベジータが来たお話じゃん。いやー、これ嬉しいね。悪のサイヤ人ね、これね、今下がってますけど、僕の予想ね、上がると思うんだよね。6000円とか5、6000円ぐらいになってきそうな気がするんだよ、ね、新作オリパもそうなんですが、2周年記念の、すごいオリパも販売されるみたいなの、チャパシティさん。詳しくは概要欄にね、リンク貼っときますんで、ツイッターもね、チェックしてみてください。2周年オリパやばいみたいです。シュクレが出てよかったはい、ということでね、皆さんぜひ、チャンネル登録、高評価、シェアともよろしくお願いします。チャンネルからでした。バイバイ。